ようこそ、犬との生活向上チャンネル、ドッグトレーナー、瀬方です。今回は、今更聞けないハンドターゲットについてお話ししていこうと思います。このハンドターゲットっていうのは、犬のしつけにおいて、ものすごく学ぶべきことが多いことなので、大事。そう、手の動きで誘導してあげて、ワンコから集中を切らせる。ふーちゃんが手を追いかけられるように持っていく。そうですね、いいですね。なので皆さんも一緒にお勉強して、この動画から練習方法を学んで実践して身につけていってほしいなと思っています。私がね、やっぱりハンドターゲット、なぜこれをおすすめするかって言ったら、まず犬とのコミュニケーションの取り方が非常に分かりやすいレシピになってるんで、今回お伝えしていくね。まあこうやってアレイさんね、ここにいらっしゃるわけないけども、私が以前教えたロールね、はい、ロール、はい、ロール、こうやってゴロンってすることやね。伏せした状態から一回転回りましょうね。もう一回する？伏せ。ああ、間違えた。はい、ロール。戻らないで。はい、あれじゃあこっち、ロール。はい、これがロールね。こういうのであったりね。で、これも人の動きに反応する。手に反応するやね。はい、じゃあここ来て。はい。こういうのも一つ、ハンドターゲットになるわけね。このようにして、犬とやりとりをしていくっていうのは、人が動いてあげる、こうやって動作ね。言葉で、お座り、伏せ、おいで、とかじゃなくて、動作ね。人が動くっていうのがすごく大事になってくる。その動きに合わせて犬が、ん？どうしたらいいのかな？自分はどう動こうかな？っていうのを人から学べるわけね。もちろん、おいでもそうね。おいでー。こういうのもそうやね。犬との関わり合いが難しいのは、どうしたらいいかなってわからない人は、やっぱりこうやって動作からコミュニケーション入っていくんだなっていうのを経験していかないとわからないの。それをわかるために、まずはハンドターゲットでコツをつかみましょうよっていうのが、ハンドターゲットのミソね。では続いて実践編のレシピを公開していくね。ハンドターゲットは大きく分けて3段階あると思っといて、一番最初、初級、中級、上級みたいなもんやと思っといて。では、まず初級編のレシピから公開していくよ。初級編は、フードね、ご褒美を手のひらに乗せるだけで十分。なーにって言ったら、まず手のひらをパーの形に作ってもらって、そこにね、フード、こいつを乗っけてもらって、ほい。最初はこれだけで十分。ただ、この回数、この初級の回数は、もう多くて数回ね。10回もしないぐらいでも大丈夫だと思う。手のひら、パー、おやつ乗っけて、これを動かしてね、そのまま、はい、どうぞって下に下ろすんじゃなくて、ちょっと追いかけさせてね、こうやって、追わせるっていうのが大事。追わせるためには、手のひらを犬から離していかないといけないからね。犬にどうぞって寄せるんじゃないからね、犬から離すんやで。寄せるじゃなくて、離すことね。この動きを人がしっかりと覚えないといけないからね。手のひらにおやつを乗っけて、犬から離す。まあ、捕まったら食べられるみたいなもんやと思っといてね。では、これが初級ね。これ数回繰り返したら、次中級として、お手手をグーの形ね、してもらう。もちろん、フードはありの状態で、ここにグッと握り込んで、グー。そしたらね、さっきの印象が残ってたら追いかけてきてくれる。そして、犬が追いついた時点で、あげてやね。上げてあげてね、手のひらの中に握り込みますっていう。犬から逃げるんやで、逃げる逃げる。そしたら追いかける、追いかける。ね、ある程度したらあげる。もしかしてこの中級で、こんだけ動いちゃうと犬の方が集中切れて、もういいわと思ってどっか行っちゃうかもしれないから、最初はグーのしてすぐ来たらあげてもらっていいよ。あげるっていうのは追いかけたらバッて開くっていうことね。で、この練習もね、数回繰り返してみてうまくいくようであれば、続いて上級、ね。手のひらに何も乗せずに、そのままグーの形を作って手を追わせる。ね、ここ、ちょっと違います。こう、さあさあさあ。ここ、ここ。さあさあさあ。ね、こうで、手のひらを追いかけてきたら、ない場所、おやつを別の場所から取ってもらって、はい、どうぞ。上級は、手のひらが空っぽ、手のひらの中が空っぽでも手を追うようにしましょうね。ね、追いかけて、この手のひらをタッチ、鼻先でタッチできるようにしましょうね。ね、ここまでできたら、人の手の動きに対して犬がよりよく動くっていうのが身につくから、例えば、はい、ここアフね。はい、じゃあ実は、はい、ここ来て、プースは、みたいなね、こういうね、いろんなことにつなげられるわけね。
シャチシャキーン、こういうのもそうやんね。こうして犬っていうのは人の動作に連動して動いていく生き物なんだよ。それが人が上手にコントロール、自分の動きをコントロールして犬の動きを引き出せるようにしておきましょうっていうのがこのハンドターゲットの裏の目的ね。ただただ手を負わせましょうね、じゃなくて自分の動き、人間自身の動きをコントロールしてそれを犬の動作に引っ張れるように、人間が自分の動作をしっかりと行う、そしてその動作に犬を連動して一緒に動くっていうのをできるのがこのハンドターゲットに隠されてるし、これがどのしつけにも非常に応用しやすいからハンドターゲットを学んでほしいの。ただただ手を追いかけるからいいでしょうじゃなくて、そうやって自分の動きを引き出すため、ね、それに合わせて犬を動かすためにハンドターゲットっていうのを学んでほしい。まあ、ただこのね、レベルデザイン、初級、いつまで初級やったらいいのかな、今中級かな、また初級に戻らないといけないのかな、中級から上級、上級でもどれぐらいのレッスンすればいいのかなっていうのは結構犬ごとで違ったりするし、タイミングが分からなかったりするし、人が自分自身の動きがちゃんとできてるかどうか、それとも犬ができてないのかな、レベルが難しすぎたのかなっていう判断をしないといけないのね。そうやって犬のトレーニングっていうのは犬自身を動かしていくように自分をコントロールしないといけないし、自分自身の動きが正確かどうかっていうのも判断しないといけないし、犬が成長できるかどうかかなっていう判断もしないといけない。ものすごく複雑な要素が入り組んでるんで、もしそこでお悩みの方は私のしつけ教室、下記の方、 LINE の方でもね、最近しつけ教室いろいろできるようになってきましたんで、ぜひ問い合わせてみてください。それでは次回でもお会いしましょう。それじゃあねー、バイバイ。